たいと思います。スターツさんが出されている阪神淡路は結構、阪神淡路大震災を体験できる、結構荷物置いていただいて、縦揺れなんですよね。僕なんかいろんなとこでこういうの乗りますけど、失礼します。これ置いといて大丈夫？はい、大丈夫です。はい。けどスタッフさんってこういうの持ってるんですね。これを2台持ってます。ああ、僕もだからなんか消防署が出してんのかと思って。はい、ちょっと怖い。ちょっと怖いから奥に座る。これ実は免震の揺れ方っていうのを体験できる。ああ、なるほど。あ、免震だとこれぐらいの揺れだよって。さすが。木原さんがどんな反応するか。日本に5台じゃない。あ、じゃあ、いや、奥の手すりよりも外に手を出してしまうと安全装置が働いて止まってしまうので。ああ、なるほど。ね、どこに手すり捕まるだけなら大丈夫なので、うん、あ、出しちゃう、こっち今日出しちゃいけない、出しちゃいけない。はい、わかりました。実際の揺れは1分半ぐらいなんですけど、あの激しい30秒、最初の30秒ぐらい激しい部分だけ、激しい部分だけ、はい、ぜひモニターにも注目してみてください。家具の倒れ方なんかも注目してみてください。家のイメージ、免震建物だったらどうなのか、はいはい、あのそこの左上にですね、あのポスター貼ってありますが、ああいう免震装置を建物の下にですね、あの取り付けてある建物だった場合の揺れ方っていうのも再現してます、うん、どうぞ。同じ揺れでも、兵庫県南部地震が免震された揺れです。建物の外は耐震の建物です。揺さぶられる感じがないですね、うん、なんかちょっとこう、うん、安定感が、免震装置が吸収してくれるんですね。さすが、さすがですね。